釈迦堂遺跡群は、山梨県笛吹市、甲州市にある、縄文時代早期から平安時代にかけての遺構を含む遺跡群。釈迦堂遺跡群甲府盆地東部、京都川線上地の洗浄地に位置し、範囲は南北450メートルにわたる。標高は450メートル前後。1980年から翌年にかけて、中央自動車道の工事に関連して、 山梨県教育委員会による発掘調査が行われ、多数の縄文時代の縦穴式住居跡や先天点以上に及ぶ土偶などが出土した。遺跡は谷や尾根によって、塚越北 A、塚越北 B、釈迦堂、三口上平、農路原の5つの地区に分けられ、それぞれから住居などの遺構や出土遺物が発見されている。それぞれの地区の状況を比較することで、 縄文時代の集落の移動の様子がわかる点でも重要である。出土遺物において土偶は1,116個体を数え、同一遺跡群からの土偶の出土数としては、青森県の三内丸山遺跡に次ぐ多さである。土偶は大半が縄文時代中期のもので、数量の多さに加え、いずれも一部に意図的な破壊が認められるなど、出土状況の明らかな点で、 学術的に貴重なものである。塚越北栄地区の縄文早期の層からは、ハマグリ破片が出土している。これは2008年時点で、山梨県における最古の海産物資料と評価されているが、食用の生貝ではなく、装飾品など海製品として持ち込まれたとも考えられている。1116個の土偶は1988年に一括して、 国の重要文化財に指定された。その他の出土品のうち、縄文時代の土器、土製品、石器、石製品などが2005年に重要文化財に追加指定されている。これらの出土品は、釈迦堂遺跡博物館に保存、展示されている。ありがとうございます。